時間配分。どうも、ちゃー、篠原です。今回はですね、センター英語の時間配分について話したいと思います。で、センター英語なんですけど、多分人によってですね、いろいろ時間配分変わってくると思います。変わってきます。で、変わってくるんですが、とりあえず僕はセンター英語で190点取りました。190点ですね。で、まあ、これを取った人間がどういう時間配分してたのかっていうことを知ってもらったらですね、まあ、おそらくためになるかなと思うので話します。で、センターって第1問から第5問までありますよね。で、第1問発音問題、第2問文法問題、第3問が会話的な文章、第4問が広告とか、第5問がグラフとかかな、ちょっと違いますかね、まあ、イラストとかいろいろですね。第6問が普通の長文と、第4問が広告で、第5問が今年は E メールか、メールでしたね。まあ、そういうちょっと異色の長文が出てくるということなんですが、まあ、僕なりの答えなんですけど、とりあえずですね、第1問は3分、第2問が12分、第3問が10分、第4問が15分、第5問が15分、第6問が20分で、これで75分なんで、あと5分で見直しですね。プラス5分で見直しという感じです。で、これが僕の中でのイメージでしたね。もちろんこれより早く終わることもあればですね、遅くかかることもあったんですが、例えばですけど、第6問はだいたいこれ18分とかで終わったんで、2分余ったからこの3に回すとかね、そういうことしてました。これがまあいいかなと思います。多分これ人によって変わると思うんですけど、基本的にはこの後ろですね、第3から第4、ここに時間をかけてください。で、ここはもう分かんなかったら分かんないから、ここは少なめですね。時間のかけ方としては少なめで、こっち多めですにしてください。まあ、これがですね、時間配分の僕の答えなんですが、多分人によって変わると思います。で、まあ、問題の解き方なんですけど、もし8割までだったらこっちからこっち。で、9割以上目指す人はこっちからこっちですね。っていう風にしてください。これも人によって変わります。で、8割以下の人っていうのは、なんというか、英語の読むスピードっていうのが十分じゃないことが多いので、こっちは配点高いですから、こっちから順番にやっていって、まあ、この辺は多少時間がなかったらもう全部1とかにマークするとかね、そういう風にすると。で、逆に、こっちからこっち、1から解いていく人っていうのは、もう英語読むスピードは十分あると。十分あるから、だんだんこっちからこう順番慣れていくんですね。こっち、まあ、キーワード。で、こっち、1センテンス。で、こっちあたりで1パラグラフ。で、だんだん長くなって、長文というふうに、少しずつ英語に慣れていった方が高い点が出ることが多いです。ですから、これ考えてみてください。まあ、時順っていうのはもうこれ本当人によるんですけど、まあ、大事なのはですね、第5問、第6問まで完全にこう解き切ることっていうよりも、配点が高いところで高い点を取るということですね。ですから、まあ、この後半時間かけると。で、8割以下でいいよっていう人は、回転が高いところでバッチリ時間をかけて、もうこの辺全部1にマークするとか、そういう風にしてもいいかなと思います。はい、ということで今回ですね、センター英語の時間配分について話しましたが、まあ、これがですね、僕なりの答えですね。はい、で、まあ、変わると思います。人によって変わると思うし、まあ、この時順とかね、そういうのも変わると思うんですが、まあ、自分の中の点数が一番高い点が出るように時間配分考えていただいてですね、自分の実力を出し切ることができれば、僕はいいセンター試験になるかなと思います。だから、まあ、別にこの辺の時間が必ずこの時間で終わらないといけないってわけじゃないんですよ。でも、まあ、目安としてこんな感じかなと思います。ということで今回の動画これで以上です。ご視聴ありがとうございました。まあ、センター英語全体なんですけど、非常に文章が長くなる傾向にあります。だんだん文章が長くなっていってて、時間変わらないのにやる作業量だけ増えてます。ですから時間配分はね、非常によく考えてください。特に後半はね、ここで時間配分を見せると点がズコーンとなくなることになりかねないので、まあ、時間配分はよく考えてみてください。あとですね、センター試験に書いたら第1問対策、第2問回復対策っていう風に、こういう風に1つの題目ごとの対策の動画作ってます。よかったらそちらの方見てみてください。最後になりますが、過去動画をまとめサイト作りました。今まで投稿してきた動画を体系的にまとめたサイト作ったんで、よかったらそちら見てください。今後もこういう勉強に役立つ情報をどんどん配信していくので、これからもお付き合いしてくれると嬉しいです。ということで、また次回会いましょう。現在成績が上がる冊子を無料でプレゼントしています。勉強しているのに成績が上がらない、いまいち勉強するやる気が出ない、そんなあなたに効果的な冊子です。動画概要欄の URL をクリックし、登録フォームから篠原に教えてもいいメールアドレスを教えてください。プレゼント冊子とメールマガジンをお届けします。ではまた次回お会いしましょう。